はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。今回は三国志13のパープギーと趙雲でのプレイ続きをやっていきたいと思います。でここまでですね、まあ、続王としてひたすら武名を貯める旅を続けていたわけなんですが、まあ、前回ですね、特定の地域に関しても武名を上げすぎてしまって何をしても武名が上がらないという状況になってしまったので、今はですねちょっとあれから進めまして漢中の方に拠点を移しました。こちらです。でここで武名を少し上げてまして、クリア条件の4000まで、まあ、あと105というところまで来てます。まあ、どこを見ればいいかというと画面の上の方ですね、3895って出てると思うんですが、これが4000になればクリア条件を満たすというところでもう少しまで来てますので、ここからですねエンディング続王プレイでの、まあ、エンディングに向けてですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思っています。ではまずですね、ちょっと見ておきたいのがですね、文明各地域都市の文明なんですが、これが R2 を押した補助で文明を今消去になっていると思うんですけど、これを表示に変えると出ます。もう黄色のところは、もうほとんど上がらないところですね。で薄いブルーとかむしろ何も色がついていないところ、こういったところに関しては、まあ、文明が上がりやすいところということになってます。であとはですね、曹操の支配地域だいぶ広がってると思うんですけど、曹操の支配地域に行こうとすると、まあ、曹操から敵視されているので曹操の兵に襲われてしまうということがあるので、まあ、できるだけ曹操の支配地域外で、文明を上げていければいいかなと思っています。であとですね、もう一つ実はお知らせがありまして、何かというと、実は子供が生まれました。今火力ちゃんしかいないか、朝鮮ちゃんとの間にですね子供がついに生まれるという本当に嬉しい知らせが舞い込んできました。悪行を繰り返している時に舞い込んできてですね、報告します。長行っていうね名前を名付けたんですが、ちょっとそれこの後皆さんにお見せしたいと思いますので、先にちょっと徴兵だけさせていただきます。申し上げる。承知しました。結構武名を上げるのに転戦を繰り返したので兵を結構失ってしまってるんですね。来客です。趙雲様、街道の整備が必要なのですがということで、老王騎がやってきて、徴兵などで取られて人手が足らず困っていますと言ってますが、こんなことは断る。まあ一兵たりとも惜しい。でそろそろ趙鮮ちゃんも戻ってきてる頃じゃないかなと思うので、趙鮮のもとに行きましょう。趙鮮、趙行は元気かっていうふうに出てる通り、趙行が生まれてます。でまだ、生まれたばっかり、まだ1歳とかの年齢なので、何もできないんですが、そのうち子供が成長すれば子供の教育もできるというのがあるようなので、まあ、そこはねしっかりとやっていければいいかなと思ってます。ではまたエッチをしていきましょう。このね談話がエッチをするのと多分同じだと思うんですよ。なんでエッチをした後、さらに火力ちゃんもいたよね。火力ちゃんにも手をつけておきましょう。ああ、お越しくださるなんて。そんなに顔を見ないでくださいって照れてしまいますって言ってますけどね。これでまた第2子誕生を目指しましょう。僕もね、まあ、リアルな僕としても子供が欲しいんですけどね、ちょっとまだいないんですが、せめてこの三国志上ではたくさん子供をゲットしましょう。申し上げる。かしこまりました。
さあ兵もだいぶ集まってはきましたね。そしたら手勢の演習に切り替えていきましょう。もう兵力はマックスになったので、ここからは手勢の演習に力を注いでいきます。やっぱり連動が高い方が圧倒的に合戦で戦いで有利ですからね。で大井ちゃんも戻ってきてるっぽいので、大井ちゃんのもそう行きましょうと思ったらまだ戻ってきてないか。そしたら朝鮮ちゃんとまたエッチをしましょう。申し上げる。やっぱ朝鮮ちゃんかわいいよな。じゃあ朝鮮ちゃんのもとに行ってまた励みましょう。少しおとなしいところがあるけれどって言ってますけどね、まだ何歳なの。まださっきも言ったように1歳か2歳なんでね、おとなしいとかおとなしくないとかあんのか。よくおいでくださいました。大井ちゃんがいないな。どこにいるんだろう。大井ちゃんにもねしっかり手をつけておきたいんだけどな。お、ここに賊が現れたな。そしたらこの賊の討伐を早速しましょうか。賊が発生した地域は黄色か。この黄色は冒頭話したように武名が上がりづらいところ、もうすでに武名が高まりきっているところなので、ここに出兵していく旨味はあまりないんですが、まあとはいえせっかく近いんで出陣していきましょう。火力ちゃんはお留守番をしてもらい、精鋭の騎兵と総兵で固めていきましょう。行くぞ、超支流に続け。この賊ごときが4万3000の軍勢同士をぶつけ合うっていうのもねすごいですよね。やるぞ。申し上げる。でまあいつもやってる戦術なんですが、基本的にはもう突撃をしていくのが前提なので、あまり後先考えずに行きたいなとは思ってます。半分をかけよ。で大井ちゃんだけちょっと陣の守りに置いときましょうか。とはいえね、まあ必要ないぐらいの強さを誇ってはいるんですが、足に続け。承知しました。
気に片付けんぞ。敵も陣を取りに来たので陣取り合戦になってきたな。本陣には向かってこないかな敵の方は。今こそ勝機だ。であれば逆にこちらはもう本陣に突撃をかけていきましょう。かけよ。定山の上支流押して参る。でここで敵も本陣に向かってくるかな。このね下に来てる3部隊が大将含め本陣に向かってくる雰囲気がありますが、ここで当初暴走を使って蹴りを打ってみましょう。押して参る。やられたか。やっぱり中央に強いですからね。定山の上支流押して参る。でこちらも敵の軍勢が味方の本陣に来ているけど多いチャンスでこらえられるでしょうという前に敵の本陣が落ちますね。よし、これで黄色のところで賊を倒しましたけど、どんくらいの武名がね手に入るかちょっと確認していきましょう。武名は5 武名5か。やっぱり5だと価値はあまりないな。まあ、せっかく近くまで来たんでこのまま次の安城の方に行きましょう。安城安定どっちだろう、ちょっと確認しましょう。安定ですね。安定。ここは兵役の人口は836、全然いないな。在野に一人誰かいますね。とはいえ戦闘しに行くといっても武名依頼をこなしに行くだけなんで、まあ、特に気にすることはなさそうですね。流氷軍からの使者が来てますのでちょっと会っておきましょう。失礼する。本日は武名ひるぎなき長軍殿に大事な頼みがあってまいった。無念だがそれがしはこの乱世を決めることはかなわんということですね。でここで君主になるかっていうね、劉表の治めてる領地を引き継ぐこともできるんですが、もうここはいいえです。平にご容赦くだされ。安定に行く前に要衝で少しだけ士気を回復させておきましょう。要衝でとどまると士気が少し回復していきますからね。参る。おお、続王の趙雲殿に続投領の軍を鎮圧してくださいっていうのもなんかね変な依頼ですけどね。まあもちろん受けていきましょう。まあ、ここで50ぐらい武名が入ってくれるとだいぶ助かるんですけどね。
そしたらまたいつものように軍を二手に分けましょう。どうだろう、これ敵の本陣が向かってくるかどうかっていうのもちょっとわからないんで、本陣は一度がら空きにはなりますが、軍勢を進めていっちゃいましょう。かしこまりました。我が死などはさまつなこと。敵と真逆の方に進んじゃったので、せっかくの戦術はあまり行きなそうだな。とはいえせっかくなので陣は制圧しておきましょう。氷山の強支流押して参る。今こそ勝機だ、俺に続け。そしたら敵の本陣を叩きましょう。迫ってきている連中の族頭たちの守備力というか攻撃力というか能力がたまに異常な連中いますからね。こんな強いのが族頭なの、衛兵とかみたいなのたまにいますからね。ちょっとそういうのは警戒をしていきましょう。っていうのと、あとは援軍で戻します。まあこちらの方はきっと先に本陣を落とせるんじゃないかなという目論見はありますけどね。氷山の強支流押して参る。やられたか。これでも食らえ。よし、味方の本陣はあれで時間が稼げそうだ。その間に敵の本陣を落としましょう。氷山の強支流押して参る。よし、これでまた武名が50ぐらいはね入ってほしいんだけど、どうかな。ちょっと武名に注目して見ていきましょう。お、武名90入った。これは大きい。ここで馬軍の方からもお誘いがありますが断りましょう。すまない。さあ、あと10まで来たぞ。長かったな。ここは一旦解散して戻りましょう。やるぞ。で、例によって北条から武名をちょっとチェックしておきましょうね。で、残り10なんですが、どこで武名を上げるかというと、まあ一番たやすいのはこの辺りかな。この辺りで、武名を上げられるかなと思うので、この辺りにじゃあ出兵していきましょう。戻ったら近いしね。生徒に行きますか。そしたら無名の内容も対象襲撃っていうね、非常にぬるい感じなんで、最後はそのぬるいので締めていきましょうか。じゃあ締める前に軽くちゃんとまずは一戦。今宵は朝まで語らいましょう。いやー、羨ましいな。
どうしたんだ。じゃあまずは久々大井ちゃんと楽しみましょう。でその後はやっぱりね、朝鮮ちゃんなんですよね。ご用は何でしょうか。でせっかく来たんでもう一度火力ちゃんのところに顔を出しておきましょう。承知しました。手勢の演習を終えたらじゃあ出陣していきますか。いや結構ね、武名の数もこなしたんで。申し上げ任せな。三国志13パープキットもね、趙雲での続用プレイは一旦今回が最終回になるかなと思うんですが、もう次ね、こんなプレイしたらどうかとか、あの武将でやってみたらとかね、いやなんかそういうのがあればぜひぜひチャンネルの、あるいは動画のコメント欄、もしくはツイッターの方でお知らせいただければ、そういうプレイもねしていきたいなと思ってますので、ぜひぜひアドバイスとともにプランをお寄せいただければ嬉しいなと思います。続々と手勢の演習が完了していくので、また民から礼を踏んだくりつつ出兵していきましょうか。来客です。お、朝鮮が来た。なんだなんだ。よく来てくれた。朝鮮よく来てくれた。せっかくの夫婦水入らずだ。これはご機嫌うるわしゅ。紹介状か。今日はどうされましたか。お、大井ちゃんだ。せっかくなんで大井ちゃんのところに行きましょう。じゃあ今日はどうされましたか。エッチをしに行きましたっていう感じなんですけどね。キャハハハハと言ってますけど、何用でございましょう。でせっかくなんで朝鮮ちゃんのところにも顔を出し、でさらによくおいでくださいました。襲撃依頼もしておきましょう。やるぞ。どうなさいましたか。で拡張とかはもうできないので、どうしようかな。もう紙幣も最大にしてるし、鍛錬紙幣、まあ、この辺は、まあ、いいかな。あとはなんかやり残したこととかないかな。副案があるのだが。大丈夫かな。そしたら出陣していきましょう。このね、生徒に向かって出陣をシャアしていきます。
例によって火力ちゃんはお留守番をしてもらう。いい精鋭騎兵、精鋭装兵で固めていきます。行くぞ、超支流に続け。依頼していた襲撃が始まってますね。まあ曹操に敵視されてるので、曹操のところにね大量に送り込むっていうのも、その曹操いじめっていう意味では襲撃依頼は有効かもしれないですよね。人生は音曲に似た、周囲は死に惜しみなしったのにね。終わりは来る。やるぞ。申し上げる。さあ敵の数はこちらのまあ約4分の1なので、ここはもう隊を二手に分けるとかそういう策は一切いらないかな。本陣に向けて出陣をして襲撃をして、あとはこちらの損害が減るような動き方をしていきましょう。ここもできれば敵と交戦せずにスッと進んでしまえれば一番いいんですが、今こそ勝機だ、俺に続け。抜けられたのは趙雲だけが、ただ結果的にはこれは攻撃されつつできるような感じになるのかな。当初放送一発撃っております。趙山の超支流、皆の者、押して参る。正念場だ。敵の本陣に入っている部隊を壊滅させれば、完全にこっちが趙雲とその他の部隊で攻撃できる形が成り立ちつつ、敵の本陣も狙えるので、すごく効率のいいパターンになりましたね。本陣が落ちるのが早いか、敵が全滅するのが早いか、敵全滅するのがちょっと早かったですね。さあこれで武名45を獲得しました。これで4035になったぞ。で、で、どうすればいいんだ。おう、武名が轟き、侠客としての本懐を遂げました。エンディングに移行しますか。じゃあエンディングを見ていきましょう。俗王趙雲の武名は天下に大きく轟き渡り、名実ともに天下一の侠客となりましたと。俗王として大陸全土に名を知らしめた趙雲、しかし戦乱が終結したわけではなかった。争いが争いを呼び、数多の英傑が生まれては散ったと。長く戦乱の世、信用が生まれる。しかし後世の者は語る、かの時代の王は別にいたのだと。
これは振り返りですね。エンディングとしては今見ていただいたのがエンディングなのかな。結構まあやっぱり強化プレイだからなのか、エンディング自体は少しあっさりめな感じでなってますかね。これがまた士官プレイとかだとちょっと違うのかもしれないんで、まあ、今度はね、そういった士官でのプレイとかもしてみたいなと思いますので、先ほど話したようにこんな武将でやってとかね、こんなスタイル、あるいはこんな縛り、オリジナル武将等々、なんか見てみたいプレイがあれば、動画、チャンネルのコメント欄もしくはツイッターの方にお寄せいただければと思います。では、引き続き、趙雲の振り返りを見ていきたいと思います。エンディング見ていただきました。で最後続から趙雲様お疲れ様ですって来てますね。収益が上がっているかって聞いてますけど、近くで戦があったんでぼちぼち高値でさばけております。それは重々やってるかな。キンキン大きな勝機が来るので備えておくよ。ほう、
大規模な族による反乱が起こる予定だと。悪いですね、長文は相変わらず。はい、というところで、超運での強化プレイご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。三国志13パープキット強化プレイ超運でのプレイは一旦これで終わりにしたいと思います。ではまた次のプレイゲームで、お会いできればと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。